色違い。帽子いいかもね、みんな。帽子。帽子がいい、うん、おしゃれ感が出るかも。僕は帽子が全部入らなくなってしまいまして。そっか、入らないよね、これは。行きましょうか。撮ってますかね。一人だけモータルコンバットいるんですけど、大丈夫。ライデンが。ライデンがいらっしゃいますけど、ジルジャンのシンバルではないんですね。あれさん、帽子いいじゃないですか。いいよな、パッと入る人は。ねえ、羨ましいです。入らないね。バイクの免許も取れないかもしれない。あ、まあ、これで許してもらえればいいんですけど。でさ、そういう話さ、あのオンエア中にしようぜ。これもどっかのタイミングで。面白いか。うん、この辺は、もうだって取りっぱなしだもん、ね、今ね。いや、もう取ってるよ。うん、あ、じゃあ、あの頭から。はい。いや、そこはちゃんとしようとすんの。はい、監督が、監督、まあ、いや。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。鑑賞会 TV の時間でございます。第1回、第2回とですね、ただ単におじさんがダラダラ喋る番組をやってるわけですけど、第3回目は、もう最後の資格が来ましたね。ここで、ドラムスやってる、須山はジョーカズだ。こんにちは。めんどくさいからジャクソンでいい。ジャクソンで大丈夫です。じゃあ須山くんとか呼んだ方がいい。恥ずかしいです。そう、さっきどこの国の人か分かんないって言ったけど、あのベトナムの人とジャマイカの人って感じだから、どっちもどっちだよ。まあまあね。ツッコミどころが分かんないけど、まあ、せっかくなんでジャクソンくんちょっと自己紹介でも始めましてね。はい。まあ、ジャクソンって言われたのは、アメリカから帰ってきた後で、で、その前から、高校生ぐらいの時から本当にメイプルハウスにお世話になってて、ちょいちょいライブ見たり、学生時代に、そうですね、ステージに立ったこともありますし、そのぐらいからお世話になってまして、で、帰国後に、龍馬松山という、これまた、メイプルハウスで出会ったバンドに正式に加入して、今はメインには、龍馬松山のドラマとして、活動してます。そんなジャクソン君です。龍松山っていうのもすごい才能あふれる男だよね。ジャクソンもさ、そうだ、このバンドのきっかけとしては、そう、ジャクソンに声かけたのも、そもそも前のドラマがちょっとね、いろいろ仕事の関係とかでバンドちょっと続けるの厳しいというので連絡が来て、さあ、どうしようか、誰かいないか、誰かいないかな、って思って。ふとね、吉祥寺の立ち飲み屋で飲んでる時にふと思いついたんだけども。ジャクソンとの付き合いはメイプルハウスだね、やっぱりね、俺も。そうですね、ちょいちょい、ジャムセッションで、ね、遊びに来てましたね。一回なんか、ジャズフェスみたいのに、一緒にやったよね。トランペットさん、そうっすね。その時はもう、ジャズってなんだ、みたいな感じで。ね、ベースはその時確かキクちゃんなんだよ。はい。あとメイプルハウスっていうのもこの鑑賞会はじめ、こういう音楽をどんどん許してくれるお店だから、そこで出会えたドラマーなんだと思って、はい、あいつだったらこのバンドもっとすごいとこに持っていくかもしれないと思って、ね。電話したら全然すぐ OK で。僕、その時に焼肉屋に行って友達と食べてたんですけど、なんか、あと電話していいっていう話だったので、いいですよって電話したら、ヒップホップバンド、なんて言ってたんだろう、ジャズバンドなのか、ヒップホップなのか、やろうよ、みたいな。そうそう。アナザーさんから電話があって、うん、やりますって、ちょっと二人で、なんかわからないけど、やりますって。どう説明していいかわかんないから、とりあえず言ってみた。どんなバンドなの？だって、金沢君、俺に声かけたときにもさ、ブラックルダファンですって言ったんだよね。なんだよ、それって感じ。
これでも前のドラマの人がヒップホップな感じをあの提示してたんでね、その頃ね、うん、そうです。なんかその動画を送ってもらってみて、あ、こういう系だったら楽しめるかもしれないと思いましたね。その鑑賞会の好きにグルーブしていいよみたいな、その自分の解釈でやっていいよって声かけられた時、グルーブってなんだろう、人に合わせるのか数字に合わせるのか、そのなんかやるグリッドに合わせるのがいいのかって、そういうのを改めて考えるきっかけをもらったというか、そういう意味で光をもらいました、このバンドに。すげえ、そこまで立派なことしちゃってたんだ。なんかあんまいいこと言わない方がいいよ。何言ってんだ。何してる。いやいやいや、ねえ、3回目にして初めてまともなこと言ってるよ、この人。すごいよ、すごい。困ったな、まともなこと言い出すバンドになってきちゃったな。うん。印象というより聞きたいことがあれば、ジャクソンに質問。いや、聞きたいこといっぱいあるよ。まず外人だと思ったし、最初。ジャクソン来るからって言われた。そうそう。ジャクソン来る、うん、てか俺、今日までハーフかなって思ってたから。全然違います。あ、そうなんだ。アイディアマンだと思うし、あの、機材とかもどんどん新しいの導入したりして、あの、一緒にやってて楽しいです、僕は。いいね、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。真面目なのか真面目じゃねえのか分かんないこと言うな。マイペースね、マイペース。スガちゃんとジャクソンの相性って面白いと思うんだよね、結構。そう。うわ、うん、あ、どうぞ。何なんだよ。なんだよ。なんかこの、他の参考動画でも、パーカッションが、パーカッションやられてたり、ドラムを昔やられてたり、で、リハの前後でもこうシンバルいいねとかスネアいいねとかこう寄ってくださって、なんかすごい他の楽器に興味を持ってくださるっていうプレイヤーってすごい僕的には嬉しくて、で演奏も噛み合うじゃないですか、そのピアノの何ですかリズム感と、ピアノってコードだけじゃなくてやっぱりビートも出すじゃないですか。俺も打楽器やって持ってるしね。うん、なんでそこの相性はやっぱりその他の楽器の興味持ってるかも、ちょっと楽観決まるのかなと思って、そこに声かけてくれたらすごく嬉しかったです。俺もなんか最初初めて会った時、なんかちょっとリハの空き時間がなんかで俺適当に弾いてたら、なんかスッとなんかドラムでなんか合わせてくれたんだよね。なんかそういう時があって、なんかスッと入ってくるなんかその自然さ、あ、なんか音楽してるなーっていう。やっぱなんか真面目な話してんじゃん、これ。まずいね。大丈夫。真面目。その感覚がなんかナチュラルで、なんか、俺も、あ、いい、気持ちいい人だなーと思ったのも覚えてるし。でもほんとドラムのね、スネアのね、音色とかね、あとドラム全体の音量の感じとか、うん、すげえ気持ちいいなって思う。まあ、会った時から持ってたし、すごく好きなドラマですよ、僕も。本当に、本当に。これからまた、いろいろ音出していこうよ。嬉しい。なんだなんだ、仲いいな。真面目じゃねえかよ。真面目ですよね。すごいな。裸にジャージ着てるくせに真面目だな。ドラムにはベースのコンビネーションだよね、やっぱりね。そうですね、うん。はい。そこのね、コンビネーションの話とかも。結構面白いと思うんだけど、ね、ですね。どう？やっぱそのアクセントとかはすごい気持ちいいですね、ジャクソンは特に一緒にやってて、うん、なんかね、そう、そこいてほしいなって時に大体いるっていうすごい思ったりとか、あとは特にこのバンドの場合はなんか一種のスポーツだと思ってるとこあるんで、うん、その時のアイディアでこれどうっていうのをお互いに出し合える、そのスピードがやっぱ速いなっていうのはすごい思います、だからなんかバンドっていうかそういういわゆるギクに なんかあんまりやってないっていうようなことをちらっと言ったけど、多分それまでの引き出しが半端なくあるんだろうなっていうのをやるたびにねいつも思います、はい、いやなんかこのバンドでむしろ学ぶことが多くて、うん、あのよくこうフロントマンがこうトリッキーなことするじゃないですか、うん、はい、しますね。ドラマーとしてはそのトリッキーなリズムを合わせようとするんですけど、うん、そうするとスカッ
となっちゃうじゃないですか。はいはい、今までなんかこうみんなのこのトリッキーなものに取り付いたりして、うん、全体としてベースが支えるものはいないと。うん、多々あって、それって録音機っていいのかなと思ってて、うん。で、今回このバンドはひたすらグルーブをするって、こう、どっかのフライヤーにも書いてありますけど、はい、それを一回やってみようと。うん、誰が飛び出しても、自分がこう、ワンを提示していつでも戻ってきていいよみたいな、そういうことやれたらいいなと思ってて、初めてこう大人になったというか、そういういいね、プージーベルみたいな、プージーベル、クエストラブとかプージーベルのこの気持ちでやってみようと思ったドラム、あのそのがバンドなので、ちょっと考え方変わるし、今まで本当やんちゃでこうめちゃくちゃやろう、アウトしようみたいな、なんか3年来たじゃあ合わせようとかなんですけど、まあそれもなんかなるべく合わせないようにしようと思ってます。確かに、そう、ベースとドラム同時に行くことってあんまりないかもしれないですね、このバンドは特に。うん、どっちかが行ったらどっちかがステイすることが多いかも。うん。フロントでグワーッと行ってるときに、しっかりと土台がさ、決まってるときの方が、うん、そうするともっとかっこよくなるんだよね。そう。ドラムが臨機応変に変わっちゃうと、その、こっちのね、人は、溜めてたエナジーがまだどっか行っちゃうっていう、うん、いい時もあるけど、うん、そうね、出し方が、うん、かね、ゲージをギリギリまで食べたいと思いました、今回のプロジェクトは。まだ俺と大内くんとでもまた違ったね、うん、ああそうだね、今もね、抜群に音色がいいんだよね、うん、そう、ね、チョイスだったりとか、うん、うん、音はすごくいいよね、クリアだし。でさ、前のドラムの人が言ってたんだけどさ、あれこれ、先輩が言ってたのかな、気持ちいいグルーブがあったとして、それでリズムが気持ちいいっていうのは、その気持ちいい成分の半分でしかないって言ってて、うん、もう半分は音色なんだっていう話をこのバンドで学んだのね、俺は。お、うん、俺は言ってないね。あ、じゃあ。俺のことでしょ、そう、ね、うん、俺じゃない、うん、そう、だからね、気持ちいいグルーブって半分はビートなんだけど半分は音色っていう考え方ね、なるほどね、うん、それで言うと、うん、ジャクソン君のドラムすごいぴったりだなっていう感じはある、ね、まあ、そんな感じで、みんなでジャクソンを褒める会ってなんかそれぐらい、このバンドにね、刺激を与えてる男ですから。時間が、さてさて、そろそろ、はい、ここから一個だけ、次何やろうか、カレー、好きなカレーを言ってくとか、ね、それはもう君のテリトリーだから別でやってください、カレーまあその先の、鑑賞会 TV、 またどん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 いろいろ新しいことできたらなと思ってますので、うん、チャンネル登録、コメントで何か聞きたいことがあれば皆さん、はい、うん、逆にそれをテーマにうちらが喋ってもいいと思う、何か聞きたいお答え、コメントしてください。はい。あとは早く6人でライブやりたいね。そうですね。まあ、それありきだよね。はい、もうちょっと我慢しましょう。うん、そんな感じで、またまた会いましょう。それでは。あ、ジャクソン君さ、今度さ、使ってない G-SHOCK 欲しいな。何言ってんだ、何言ってんだ、どうした、ただとは言わないで。どうしたの、この人。